楓ちゃん、これ遅くなっちゃったけどタンプレ。わあ、ヘアピン、ひまわりの、かわいい。ありがとう、ゆいちゃん。まあ、当日に渡したかったのに風邪移っちゃうからって楓ママはなかなか会わせてくれないんだもん。な、これお見舞いの桃か。明日の入学式はいけそう？うん、これくらいなら校則違反にならないよね。中学行ったら毎日つけるね。楓ちゃん、俺ね、もう髪色からかわれても何とも思わない。楓ちゃんが綺麗って言ってくれたから、俺ずっと楓ちゃんのこと続きはまた今度。え、明日の入学式一緒行こうね。8時半に校門のところで待ってて。お邪魔しました。ゆいちゃん、新入生の皆さんは体育館にお集まりください。ゆいちゃん、入学式始まっちゃうよ。かわいそうだよね。あの道前からスピード違反の車多くてさ、ニュースになってたわ。男の子だよね。どんなやつだったんだろう。オナショーだったやつが言ってた。なんか金髪だったって。え、不良ってこと？夢じゃないんだ。でもゆいちゃん待っててって言ったから。ああ、私はちゃんと待ってなきゃ。しっかりご飯食べて、毎日笑顔で。そうすればきっと。好きだよ、楓ちゃん。また会えるよね。やっと言えた。ゆ、てめえ、その体で何かましてくれちゃってんだお前。立てしなく、どうしよう。やっぱりどこか強くぶつけ。いや、ごめん、マジでごめん。でも男ならさ、一回くらい好きなことチューしてから死にたいじゃん。魔が差しました、ごめんなさい。やっぱり私、ゆいちゃんがいる。長い夢の中にいるのかな。つまり立科くんの体に入ってたお化けのゆいちゃんと触れ合った影響で、私にもお化けのゆいちゃんが見えるようになったってことかな。飲み込みが早い、さすがオカルト少女。すごいすごい、なんかもう全部立科くんのおかげすぎる。なんて感謝したらいいか。俺の体にチューされたのは不問なんだ。ほっとしたような、切ないような。制服着てるゆいちゃんだ。楓ちゃん、あの、本当感動の再会中に申し訳ないんすけど、成仏できてねえけどいいのお前。本当だ！なんで？こっちのセリフ。ちゃんと告白できたのに。それが条件じゃなかったんじゃねえの？成仏。そっか。やっとせっかく会えたのに、またお別れしなくちゃなんだ。どうしよう。ずっとこのままとか嫌だよ俺。イクタにここまで助けてもらったし、ちゃんと成仏して生まれ変わりたいもん。お化けになってずっと見守ってくれてた。体を借りてまで気持ちを伝えに来てくれた。これ以上何を望むの。ゆいちゃん、他にやりたいことない？夏の大創刊号リボンスペシャルもちもち、気になる新作がたくさん。大人気番外編シリーズ最新作、浦真由先生のハニーレモンソーダ、初の番外編をお見逃しなく。とある夏の星物語、感動から32ページ、くまちゃん先生の
気をつけて。夏の大創刊号リボンスペシャルもちもちは